こんにちは。おざす。おざわす。よろしくしまーす。いやー、やりましょうか。はい、どうも、ひまわりマスターでございます。今日ですね、もう3月の22日、水曜日の夜中の12時半ぐらいですね。今日もいろいろ仕事が細くなりまして、ほぼ終点の時間でございます。今日はね、昼休みにちょっと商店街仲間のですね、バルクフーズさんというところで、ナッツとかの量り売りのお店なんですけども、オンライン用のね、大人のトレイルミックスっていうね、まあ、新しい商品ラインナップのですね、まあ、商品のね、写真の撮影に行ってきました。いや、久しぶりにね、写真、要はスチールメインで撮ってきましたね。いや、久々に面白かったですね。というわけで、今日はその、まあ、様子をね、なんとなく早送りでご覧になって、ちょっとね、その後にいろいろお話ししていきたいと思います。それでは、行ってみましょう。ほら、めちゃくちゃ好きなんですよね。僕だけど、北の国からこんにそう。美味しいですね。うちのスタッフで秋田の子がいて。もう卒業 しちゃったんですけど、その子が実家に戻るたびに買ってきてくれるお土産で。はい、というわけで久しぶりにですね、まあ、写真スチールだけの、まあ、案件というね、まあ、商品を撮ったりとかしてきましたけども。まあ、久々に写真だけってのも面白いですよね。もうここ最近ずっとやっぱ動画がメインだったので、やっぱり写真をね、がっつり撮るってことがなかったんで、いや、良かったな。久々に面白かったですね。はい。で、思ったのがね、やっぱね、趣味でやってるのは最高だよねっていうね、お話ですよね。ぶっちゃけもうこういうのね、僕はあんまりね、お金いただかない方が僕にとってはね、すごくね、いいかなと思ってるんですよ。やっぱりこういうね、仲間同士でやってね、ちょっと差し入れでね、ちょっとコーヒー一杯もらったりとかしながらね、取るぐらいがちょうどいいよなと思ってね。これね、よくこれをなんか副業にしようとか思ってたけども、それじゃやっぱつまんないんだよね。つまんないって言い方も変だけども、やっぱ趣味の中で趣味を探求していくっていうことがいいんですよ。やっぱ今回も結局こう2日間かかってね、僕の仕事の昼休みの1時間ちょっとを使ってね、撮影とかしてったんですけども、まあうまくいかなくてもね、もうそれは趣味だし、で向こうももうそれを分かって僕にお願いしてるから、楽しくお話ししながらやっていくっていうね、こんな感じのねスタイルってやっぱ心地がいいですよね。で、今回は FX3、 ソニーの FX3 で、写真を撮りました。FX3 はもう動画機と認識している方は多いんですけども、基本的には α7S3 と同じでございます。中身は同じ。まあ、最近ね、いろいろバージョンアップでインターフェースとかね、要は動画より動画向けのね、こう機種になってますけども、まあ、写真は撮れますので。で、今回やって思ったのが、なんかね、やっぱ、まあ、趣味でやってる分には1200万画素で十分だよなと思って。で、やっぱ大事なのはね、やっぱりライティングとか構図とかね、あと色味の調整ですよね。解像度って、まあだってさ、要は見る媒体、要は見るものがさ、基本的にスマートフォンじゃないですか。これでまあ4000万画素とかあってもさ、まあ大変だよなと思いながらね、うん、ただこうやって今もこのね、こういうちっちゃいね、こういうライトをね1個こう置いとくだけで全然違ってくるんですよね。例えばこれもね、ないとこうなんですよね、あるとこうなんですよ。ちょっとやっぱ違うんですよね。やっぱライティングをちょっと頑張って1個1頭だけでもいいからね、取り入れていくっていうのが結構ね、いいことなんじゃないかなと思ってます。で、基本的に僕はですね、まあ、動画もスチルも、まあ、使うものはねほとんど同じにしています。今回の撮影も写真、スチルの撮影もライティングはね、gotoxの ml60 で、LED のライトで撮影いたしました。写真っていうとね、なんだっけ、あれ、カシャッ、フラッシュなんだっけ、で、撮影することが多いと思うんですけども、僕はもう最近も LED ライトで写真も撮っちゃった方が、まあなんかね、いいんじゃないかなと思ったね。うん、でね、まあ今回は自由運題にしましたけども、撮って思ったのが、このね、普段時のこのビデオ運題に使っても、まあスチル撮影するのも楽かなと結局思いましたね。結局この平行軸がねしっかり保ってた中で、こうチルトとパンの動きができれば、うん、それでね、基本的には物事が収まるかなと思ってます。ってな感じでね、うん、面白かったな、久々にね。はい、というわけで次回もなんかいろいろとね、いろいろとカメラのお話できればいいかなと思っております。それではまた。